はい、どうも、ようこです。というわけで、前回の動画で、今、海外で起こってる cancel culture についてちょっと話しました。前回の動画ね、見てない人はぜひ、そっちから見てほしいんですけれど、その cancel culture っていうのがどういうものかについて、前回の動画で話してます。で、今日はね、その cancel culture が、ちょっと行き過ぎたんちゃうかっていう、去年のめちゃめちゃ大きいスキャンダルがあるので、それについてね、話したいと思います。まあ、もしね、海外の、特に美容系 YouTuber とかね、見てる方やったら聞いたことあると思うんですけど、去年の5月ぐらいに、ジェームス・チャールズっていう、もう今21歳になったかな、当時19、20歳ぐらいの、登録者が1600万、1700万とかいる、もう大成功してる美容系 YouTuber が、exposed、暴かれて、canceled に追い込まれたんですね。はい、そのことの発端になったのがタティっていうまた別の美容系 YouTuber なんですけど、タティ自身は、まあ、メイクアップパレットとかその、まあ、化粧品のメイク用品のレビューとかをするチャンネルなんですけど、そのタティ自身が立ち上げたビタミン剤のブランドがあるんですよね。タティとジェームズ同士っていうのはもともとそのジェームズがめちゃめちゃタティのファンで影響を受けた美容系 YouTuber の一人やって言ってすごく慕ってて、タティ自身は39歳かな今で、去年は37、38歳ぐらいなんですけど、まあ自分のほんまの息子のようにジェームズとことを可愛がって、まあ二人ともすごいいい関係を築いてたんですけど、ある日ね、ジェームズがタティの、まあ、ライバル会社であるそのビタミン剤の広告を出したんですよね。インスタグラムかなんかで。そう。それに対してタティがめちゃめちゃ怒って、まあ、傷ついたとかって言って、泣きながらコメントしてるインスタのストーリーとか上げたんですよね。で、その数日後やったか、なんか一週間後ぐらいに、タティが By Sister っていう動画を出したんですよ。で、その動画の中で、ジェームズがその自分の競合者の、ビタミン剤を宣伝したことに傷ついたっていうことと、その当時、まあ、ジェームズのキャリアともうめちゃめちゃうなぎ登りで、まあ、あっという間に1000万人超えの登録者を誇るクリエイターになって、まあ、メディアからもチヤホヤされて、まあ、なんていうかね、同業の美容系 YouTuber だけじゃない、一般の人らですらちょっと妬ましく思ってる部分があったんかもしれないんですけど、まあ、若いし、ジェームズ、まだ19歳やったし、なんかちょっと目に余る行動が増えてきたっていうので、ものすごく非難する動画を出したわけです。もうその動画自体はね、消えちゃってるんですけど、多分別の人らがなんか再アップとかしてるかもしれないんですけどね。もう長い40分ぐらいの動画の中で、その話をしてるんですよ。で、ジェームズ自身、まあ、ゲイの男の子なんですけどね。なんやろ、未成年の男の子に対して不適切な言動をした。もうなんなら不適切に触ったぐらいの感じの疑惑をなんか植え付けて、もうジェームズとは関わりたくないって言って動画を出したんですよね。したらもう非難ごうごうで、もうジェームズその時1600万、1700万人ぐらいいた登録者が2週間ぐらいで300万人ぐらいガッて減ったんですよ。すごくないですか？すごいでしょ？だって今、バイリンガールのチカさんもね、そのコロナのことでちょっと今、キャンセルな状態になってますけど、彼女でも4万人とかでしょ？減ったの。で、それが300人減るって、まあ元の数が多いのもあるけど、300人ガッて減るって、なかなかですよね。で、その動画を出されて、もうそれで、ただでさえ傷ついてるのに、ジェフリー・スターっていう別の美容系 YouTuber、まあこの人も もちろんめちゃめちゃ成功してて、自身のメイクアップラインとか持ってるぐらい、もうまあ、億万長者なんですけど、まあその人も、Twitter とか、インスタのストーリーとかで、そのジェームズを悪者に仕立て上げるようなことをね、散々コメントしたんですよね。で、そのまた数週間後ぐらいに、またジェームズが No More Lies っていう動画を上げて、もういかにそのタティとかジェフリーが話してたそのアリゲーションって日本語で何？ちょっと待って。申し立て？ちょっと待って。申し立てというか主張か。主張。そのタティとジェフリー両者の主張がいかに間違ってるか、自分もそのそれを裏付ける証拠があるって言って反論の動画を出したんですよ。したら、これがめっちゃおもろいのがね、その、まあ、一気に2週間ぐらいで300万人ぐらいガーって落ちたのに、また一気に300万人ぐらいガーって伸びたんですよ。やばくないですか？で、結局、その、弁解の動画を出した後は、ジェームズもジェフリーとタティと二人とも話してないって言って、反論の動画を出されたタティも、まあ、黙り込んで、それに対するなんか謝罪とかも一切出さない状態で、2020年を迎えるわけですね。で、ジェフリーの方は、まあ、謝罪動画を出したんですよね。
ジェフリー自身は、もう昔からいい意味でも悪い意味でも話題をこと書かない人で、まあかなりスキャンダルを、まあ、起こしまくってる人なんですよね。昔からその人種差別的発言があったりとか、まあ今やったらもうめちゃめちゃ問題になるような発言を、まあ、過去に、まあ、いっぱいしてきて、でその時の昔のジェフリーが出てきちゃったわみたいな、なんかもうこんなこと絶対しないみたいな感じで謝罪の動画を出したんですよね。うち自身はね、そのジェフリーの過去うちも最近知っただけやから、もう昔どんな人やったかとか、ね、全然知らないからなんともなんですけど、その謝罪自体はなんかすごい真摯な謝罪にうちには見えたんですけどね、っていうのがありました。この cancel culture が良くないところっていうのは、その cancel される対象の人に対する、まあ、あいつこんなんしよったっていう主張が真実かどうかにもかかわらず、その大衆がうわーってまとまって、その一個人を攻撃することによって、ほんまにその人が悪い人かのように見えて、その企業とのタイアップがなくなったりとかするんですよね。なんやろ、セレブでいうところの、どうもそのジョニー・デップがアンバー・ハードっていう女優さんがなんか嘘の申し立てかなんかをしたんですよね。でそれでパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの契約が打ち切りになったっていうところまで発展して、で結局よくよく突き詰めてみたら、それは嘘の証言やってみたいなことがあったみたいなんですよね。なんでこのキャンセルカルチャーのもう恐ろしいところっていうのは、その人が無実かどうかは関係ないんですよね。その最初の盛り上がり、大衆のちょっと誤った正義感によって、この悪いやつはケンソールにしなあかんみたいな感じでうわーって言って動いて、結局その人が無実だって分かった瞬間にコロッて手のひらを返したように、こう、何なんですかね、もう何なんですかね。まあ日本でいうところの痴漢冤罪みたいなもんですけど、相手にしてる人数が全然違いますよね。もうなんか一個人対なんか数百万人の人々みたいな感じですよ。というわけで皆様どう思います、この件について。うちはね、なんかそのタッチの動画が出てきて、でジェフリーとかドラマチャンネルとかがね、Oh, James Charles got exposed って言って、 exposed っていうのは暴露する、暴露されたみたいな感じなんですけど、そうやってまあめっちゃなんか林立てられて、どんどんね、そのジェームズをフォローしてた他の YouTube の YouTuber のクリエイターとか、そのセレブとかがどんどんジェームズをアンフォローし始めたんですよね。それでなんかな、なんやろな、なんかモヤっとするなってうちは思ってました。なんでこうジェームズを貶めたい、ジェームズを引きずり下ろしたいみたいな機運がこんなに高まってるんかなと思って、すごい違和感は覚えてたんですよね。で結局ね、そのタッチとかジェフリーとかがした主張っていうのが全部間違ってて、でそれがジェームズにもうコロッてひっくり返されたら、もう体重がもう、あ、いや、あ、じゃあもうジェームズまたフォローするわみたいになって、なんか何なんですかね、この大衆に罪はないんですかね。なんか人一人のキャリアをぶっ壊してるわけですよ、みんなの力でね。というわけで、まあ、これはまあ、YouTube 史上に残るであろう、まあ、まあ、大スキャンダルだったわけなんですけど、で、あまりに、そのインパクトがすごくあったために、ドラマゲルンって呼ばれてるんですね。この一件が全て。まあ、ドラマって、日本語でドラマって聞くと、なんか感動して涙、なんかうるうるするような感じ の印象を受けると思うんですけど、英語で言うドラマっていうのは基本的に修羅場みたいな感じです。なんかうわーっていううわーっていうのがドラマです。はい、それとアルマゲドンをくっつけてドラマゲルンっていうあの名前で呼ばれてるんですね、この一件って。で去年こんなことがあったにもかかわらず、あの今年またね、ドラマゲルン 2.0 みたいな、そのドラマゲドンバージョン2みたいなのが今年今起こりそうになってて、次の動画でね、今年のドラマゲルンについてちょっと話そうと思います。はい。Alright, thank you guys so much for watching. Make sure to subscribe to my channel and click the bell to get a notification every time I upload a video. Bye guys.